どうも、ジロランレーシング代表の小林之介です。なんとですね、今日、ジロランレーシングの、チームのグッズですね、ネックチューブとステッカーを今年作ったんですけども、あっという間に前回のラジオでね、ちょこっとこう、あともう少しですよって話をしたんですけども、あっという間に売り切れて、本当にありがたいことで、本日完売となりました。今シーズンはね、これしか作ってなかったので、また来年ですね、ちょっと新たに、今度はね、なんと琴美コーチの、デザインの、番ということで、僕も今からどんなものが出来上がるのか、琴美コーチ関西なんでね、バチバチのヒョウ柄っていう可能性もあるんで、なんかさっきもああでもないこうでもないって言いながらね、最近どういうデザインしようかなって今からなんか考えてましたけどね。まあそんななので、今シーズンは、グッズ、ネックチューブとステッカーは、これにて完売です。本当に皆様、ありがとうございました。でまたなんかね、すごく感じたら子供コーチもすごく言ってたんですけど、ゼロワンのネックチューブ、なんかみんな各予選につけていきたいですとかね、ゲレンデにつけていきたいですとか練習に行きたいですって、なんかお守りみたいになってないみたいな感じで言ってたんですけど、なんかお守りなのかもしれないですね。それ見て元気出してください皆さん。またね、来年こういうグッズ作ってもらいたいっていう、そのゼロワンの、グッズの要望あれば、ちょっとコメントいただければ参考にさせていただきたいと思います。どしどしコメントの方お待ちしております。はい、私はですね、今日ブランシュ高山で、なんとこの和歌山県スキー連盟の方がそこでまあキャンプをやられてるたんですよ。まあ県のまあ行事っていう形なんですけど、琴美コーチのね、すごく琴美コーチのことを可愛がってくれている先輩が、和歌山県のスキー連盟の所属の方で、でまあそこでまあ合宿をやって、明日はなんとね、そこでのまあ国体予選とかね、高校生の予選もそれに含まれているようなんですけども、そこで予選をやる、まあその前走ができないかなってお願いをしたんですけども、なんと事前練習で、前日にね、そこのコースを貸し切って、ゲート練習するということで、今シーズン1本も、ポールをくぐって以来、新之助コーチはですね、なんとかそこに入れないかと。まあ要はブランシュ高山ってバーンがすごく硬いんですよ。でまあ、もちろんね、白馬での柔らかい雪での練習っていうのもものすごく大事なんですけども、特にアトミックって板は、硬い時にこう進化をこう発揮するというかね、なんかそこの動きもデータとしてはちょっと持ってきたいなっていうのがあって、ちょっとお願いしたんですね。でまあ本当今日ね、行ってみたら、まあコーチもそうだし、まあそこに来てくれた、もう本当子供からね、社会人の方まで、めちゃくちゃアットホームにこう迎えてくれて、で、しかもこのゼロワンラジオめっちゃ聞いてますって人結構いたんですよね。もうなんかすごく、もうありがとうございますみたいな感じで、なんかありがたかったですね。で、特にね、なんかこう、琴美コーチがね、こう西の方のこう出身なので、まあ結構琴美コーチの周りにはね、西の方が当然多いんですけども、なんかアットホームなんですよね。なんかこう僕みたいに長野県の山の上でね、ど田舎で育った人間にはなんかすごい垢抜けて見えるっていうか、なんかこうなんかの一つのコントを見せられてるようなやり取りがめちゃくちゃ面白いですよね。なんかそれがこう、ああいいなっていう、なんか、結構居心地が良くて、でまあ本当にまあ今日ね、ちょっと雨降ってたんですけど、バーンとしてはまあ、表面はねパリッとしてたんで、すごくいい練習ができました。またね、この今日のまあ新之助コーチの初 GS ポールの、映像をまた YouTube のね、まあショート動画でも上げようかな、上げておこうと思うので、皆さんちょっとぜひチェックしてみてください。でまあその動画についてのね、ちょっと今日は、コメントをして、まあラジオにしたいと思うんですけども、やっぱり自分も、まあ普段から、まあ様々な方をレッスンしたりとか、まあ基礎の方から、レーシング、そしてレジャーの方まで、とにかく上達を目指す人の力になりたいっていうことが、もう全部、
の、もうゼロワンを立ち上げた一つのきっかけなんですね。いつも言ってるように、まあ、あのゼロの人が1になる、10の人は11、100の人は101にしてあげられるようなレーシングスクールということで、毎日ねこう人の滑りをこう見てるわけですよ。で、まあここに来てね、本当にメンバーシップの方とかではもう秋から、部屋の中でできる柔軟性だったりとか、もう絶対これをやってくれっていうね、あのそういったものを、あのなんていうのかな、こう、まあ、僕の目から見て、まあ、柔軟性、例えばそうだな、開脚でなんかその頭が前につくとか、なんかこう前屈で床に手がつくとか、そういう柔軟性ではなくて、スキーに特化した柔軟性の話はすごくしてきたんですよ。でこれも部屋の中で今すぐやってくれと。でこれさえ少しでもこうやっておけば、それだけでうまく滑れるからっていうものがやっぱりあってですね、ずっとこうやってきて、まあこれ主にね、その柔軟性って外交形の中にある練習方法なんですけども、まあここに来て、まあそこでまあ編み出された僕がずっとやってきたこの基本練習ですね、まあプルークボーゲンだったりとか、7インプルークっていったものが、皆さん結構それをこうメンバーシップの中でやってくれて、まあ、早くもね、結果を出してる人もいるし、なんだけどもここに来てこの外交に対してやっぱり内交も必要だよねっていうところが自分の中で結構はっきりしてきて、でまあ実はR30の板履いたのももうめちゃくちゃここのシーズン何回履いたかなっていうぐらいで、まあ今日ブランシャカムでいろんなことを試したかったんですね。まあ、何が言いたいかっていうと、外交系でやってきた、まあ、教えてきた高等っていうものを、まあ、ローテーションをねうまくブレンドさせて、で、結局はやんなきゃいけないってことが最近分かってきてですね、まあ、僕もスキーめちゃくちゃ調子いいっていう、ただ R30 でそれを試してなかったので、まあこれどんな風になるのかなっていうね、まあ、自分の中でも結構楽しみだったんですけど、まあ結果論からすると、悪くはなかったです。久々のポール、ただね今の滑りでまあ国体をじゃあ優勝するってことができるかっていうと、いやまだまだそんな甘くないなっていうのが、まあ僕の中の感想なんですよ。国体の優勝どころか長野県の優勝すらちゃんとできんのかというようないった形の中で、まあ、今日終えたんですけども、まあ一番はね、久々のポールで怪我をしないということですね。まあ、腰結構痛めやすいので、まあ、ぎっくり腰みたいな感じにならないように、まずそれが大前提なんですけども、やっぱね滑りを変えてくると、いろんなことをちょっとチューニングしなきゃいけないなっていう感覚はすごくあります。っていうのはまずね、ライン取りが変わってくるんですよ。ライン取りが変わるとポールに当たってくる、その普段ここで当たるっていうところがあるんですけどね、僕なりにそのね当たるところがね普段去年と変わってくるんですよね。まあそのワンピーのこうちょっと溶けちゃうようなとこありますよね。そこがちょっと変わってきて、いつも当たらないところに当たってきたりとかっていうのが、逆になんかこう痛えな、こんなとこ普段痛くないのになみたいな、なんかそういうのがあったりとか、結構このチューニングには時間かけなきゃいけないなと。まあ僕のね予選はあと1週間あるので、まあ明日と今日明日完成させる必要は全くないんですけども、今日まあ取ってきた滑りを踏まえてですね、僕がまあ反省点としてすごく思っているのは、まず前半のトライ、前半のトライをもうローテーションによってもう思いっきりぐるって回しちゃった方が早いんですよ。でもローテーションだけでそれやっちゃうとめちゃくちゃ腰が回り続けて、で要はさ内藤でステーンって転ぶやつありますよね、あれになるんですよね。本当に次のね、まあ、メンバーシップの動画もそうだし、まあ、僕がブランシュ高山でちょっとショートのスキーを履いてね、まあ、腰をぐるんぐるんローテーションさせて、もうフルローテーションみたいな感じで滑ってる動画もあって、まあ、それに対しても一つね動画出そうかなと思ってるんですよ。皆さんが無料で見られる方ですね。でこのローテーションでぐるんぐるん回しながら滑るこの格好って、やっぱねステーンって転ぶんですよ。で僕そういう転び方したことなくて、ローテーションってすごくめちゃくちゃなんかこう板がスムーズに回ってくる反面、めちゃくちゃこけるなって、その動きしまくってたら僕1本のフリーで2回こけたんですよ。なんかよくカービングスキーで両手内側についてやるよう、なんか遊ぶような形でやってる人いるじゃないですか。あの体勢でそのままさーって転んでって何事もなかったように立ち上がるみたいなねいかにもその練習してましたみたいな言い訳ができちゃいそうなぐらい綺麗に転んで綺麗に立ち上がるっていうね、そのまままた滑り続けるっていう。ただねローテーション一つ自分の感覚に入れただけで普段転ばないような転び方するんだなっていうので、めちゃくちゃそれが新鮮で勉強になったんですよね。でなんか一つのデータがそこで取れたなと。でこれを
これをすごくやるローテーションするのはすごく調子がいいんですけども、それに対してじゃあアンギュレーションどうするのかっていうものをどの割合でどのタイミングでやっていくのかっていうところが自分の想像の中で結構できてるんですけど、これがまた難しいんですよ。全てがやっぱり変わっちゃうんですね。よくマラソンのランナーの選手が、自分の歩幅を1センチ変えるのに2年かかるみたいな、もうなんかそういう話聞いたことあるんですけども、まさになんかそういうのと一緒だなっていう。ただまあ僕にはね時間がないので、もう今すぐでもそれを変えていかなきゃいけないっていうのはあるんですけども、なんかねその感覚としては、この技術を使うとここが良くなる、だけどここにデメリットが、まあ、リスクが生まれる。で外交っていうものはそれに対してね、なんていうのかな、こう滑らかにスキーを操作をするっていうよりは硬い斜面にエッジを食い込ませる、そして、すごい高い次元での重力を、もらえるし与えることができるっていうテクニックだなと思ってて、これをどういうふうに織り交ぜるのか、まあ、特にねレースの、まあ、世界ではスピード、まあ、速さですね、そのタイムが全てなので、もう重心の軌跡がどこを通ったか、そしてその重心の軌跡のスピード、この2つで全て決まっちゃうんですよ。だからそれをいかに、まあ理論にのっとってうまく落とし込むか、でやっぱり振ってあるセットともあればまっすぐなとこもあるし、それによってやっぱり何をどれぐらい使っていくのかっていうのは全部変わってくるなっていう、まあ、この辺の調整ですね。まあ、とにかく今僕が目指さなきゃいけないのは、国体の優勝 もちろんしたいんですけども、その前に長野県予選を1位で通過することですね。1位で通過しないとやっぱりゼッケン順ですね、そこにやっぱり関わってくるので、まあ最低限通過するってことが目的だって自分ではいつも言い聞かせてるんですけど、やっぱりそこは綺麗に優勝しなきゃいけない。でもそんなに簡単に優勝させてくれるほど長野県予選甘くないんで、元ナショナルチームのね、所属していた、まあ、吉波拓夢選手とかもね、去年いきなり青年支援出てきて、で、僕はまあなんとかね予選では勝つことができて、僕が1位で、まあ、彼が2位っていう形だったんですけど、いきなり全国に行って5番ですよ。もうすごくないですか。まあ、だからこういう選手がもうゴロゴロいるようなところなので、やっぱりここはしっかりと心技体ってね、最高の状態で臨めたらなと思ってます。まあ今日僕の動画はね、ショート動画、 YouTube のショート動画と、まあ、Instagram の方に上げておこうかな。まあ、なので皆さんちょっとチェックしてみてください。またこの滑りに対するね、解説動画っていうのもまあ上げていこうと思うので、ぜひ、また楽しみにしていただければなと思ってます。あと動画のね、コメントサービス、本当にこれたくさんの方がね、日々、コメントくださいということで送っていただいて、僕もその人のね滑りを見た状態で何が足りないのかとかね、何をしたらいいのかっていうような判断ができるので、これすごくやっぱいいなと思って、やっぱりね、雪の上でできることって限られてますね。雪の上でレッスンするって、本当に卓上で事細かに教えたいなって、なんかこういうことができるようになってきた世の中だからこそめちゃくちゃそう思うんですよ。これもっとなんか例えばもう寒いところでね、ずっと立った中で話をするのも結構大変じゃないですか。だからもう僕も結構寒かったらレストラン内でこういう風に動かしてほしいんですよねみたいなことは結構やるんですけども、まあ、それがこの動画のコメントサービスだと、まあ、卓上でできると。でその、例えば僕が裸足になってね、部屋の中でこういう練習を、積み重ねてほしいですみたいな、こと細かに足の形はこういう風にしてほしいとか、なんかそういうのをすごく言えるので、まあ、また、要望がある方は、概要欄に、ゼロワンの、ね、公式 LINE のアカウントありますので、まずそれを追加していただいて、でそこから、動画を送っていただく。で、まあ、自分の、使っているマテリアルと、あと、まあ、どんなことに困ってるか、そしてどんな自分になりたいのか、目標とかね、それは具体的なものから感覚的なものまで、書いていただければ、僕もそれに対してアンサーできるので、ぜひぜひ、送っていただければなと思ってます。それでは、ちょっとね、今白馬に戻ってきて、ブランシュ高山から結構遠いんですよ。2時間半ぐらいかかるんで、ちょっとまあ通ってる状態なんですけどね。なんせゼロワンハウス、ワンコが2匹、琴美コーチの飼っているワンコがいるので、何としても帰ってこないといけないっていうね、このアドバンテージがあるんですけども、ワンちゃんね、マロンくんっていうんですけど、たまに、YouTube でも出てくるんですけどね、1匹増えて今年はナッツっていうワンコが、増えております。でね、このマロンくんね、僕すごい相性良くて、
あの大会地に行って、朝ちょっとマロン君の散歩をしてから、大会に行くと必ず成績がいいっていうジンクスがあるので、今年もね、あの彼と一緒にあの朝コントレを行ってから、大会に向かいたいと思います。まあ、とりあえず、僕もね、怪我ないように、うまく調整して、で今週、あ、来週末か、来週末の、滋賀高原、雪がなくてジャイアントから西立にコースがチェンジされる、しかも、リフト1本で降りたところからのスタートということで、30秒40秒かかんないんじゃないかなっていうような、短いコースでの、長野県の大会週間が始まるという噂なのでね、まあ、そこで、まあ、多分本当ギリギリの戦いになってくると思うんですよ。ぜひそこで優勝できるように調整していきたいと思います。はい、じゃあ以上、ゼロワンレーシング代表小林俊介でした。じゃあまたね。